需要率は設備容量分の最大需要電力です。最大需要電力は各時間の合計の中の最大の電力値です。設備容量は設問で与えられている容量の合計値です。計算すると 63.6% です。負荷率は最大需要電力分の平均需要電力です。最大需要電力は A と同じく700です。平均需要電力は4つの合計を取っているので4で割って625です。計算すると 89.3% です。A は3番、B は4番が正解です。